こんにちは、サクトです。今回も動画をご視聴いただきましてありがとうございます。まあ、いきなりサックスということで、いつものようにですね、新品格安サックス、今回は、カーブドソプラノですね、到着しましたので開封レビューをしてみたいと思います。まあ、一般的にですね、よく YouTuber の方、格安サックスレビューあるんですけれども、一品だけ見て格安のすべてを知ることはできませんっていうのは、それぞれ格安でですね、いろんなタイプありますので、格安にもそれぞれ物語があるということで、それでは早速開封レビューしていきたいと思うんですけども、開封の前にですね、まずこの外箱の状態っていうのが非常に重要になってきます。よくクラリネットとかフルートとかですね、開封レビュー見るんですけども、ああいった小さい箱はですね、あんまり損傷が見られないんですけども、結構サックスの場合はですね、箱が大きいので、箱に傷、へこみとかですね、ボロボロになってないかっていうのが、結構中の状態を事前に知る上でも非常に大事になってきます。今のところですね、まあ、大きな破れとかですね、へこみとかはないように思えるんですけれども、若干ここがあれですね、押されたような跡がありますね。ここもなんか押されたような跡がありますね。ちょっと気になるのが、画面ではよく見えづらいかもしれないです。ここ当たった跡がありますね。こういう当たり跡ですね。こういうところがちょっとポイントになりますね。どういう扱いされたかによって中のコンディションバランス崩れたりとかですね、よくありますんで、で、まあ、この状態は特には問題ないんですけども、ちゃんとソプラノサキソフォン、壊れ物とか注意表示がありますんでいいんですけれども、中にはですね、何も書いてない時がありまして、そういう時に限って結構穴が開いてたりですね、箱がボロボロになってるケースがあります。まあ、これに関してはそんなに大きなところはないですね。こういうちょっとへこんでるところとかですねこういうとこがどんな感じになるかポイントですね。それでは早速開けてみたいと思います。ハサミを使います。皆さんも開封、ハサミとかカッターを使うときはですね、十分毛がないようにご注意願います。はい、ということでまず開けた状態ですね、じゃん、こういった形になっています。まあ、いつもの通りなんですけれども、楽器ケースですね、楽器ケースに透明のビニール袋が入ってる感じで、特に緩衝材、エアーキャップとかですね、そういうのは入ってないようですね。はい、開けてみます。今回のこれは、カーブドソプラノサックスなんですけれども、これ非常に軽いですね。セミハードケースなんですけれども、袋を取ってみますね。めちゃくちゃ軽いです。はい、こんな感じでですね、ケースの外観になります。こう横持ちできますし、縦でも持ってます。それからショルダーベルトがついていれば、ここですね、この2点でショルダーとしてできますね。あと2本ついていたら、ここですね、リュックとしても使えるということで、4WAY ですね、4WAY のケースになっています。めちゃくちゃ軽いですね。ちゃんと足もついてますね。特に外観用汚れとかですね、破れとか異常なところもないですね。こちらも足ついてますね。はい、で一番最初にですね、私カーブドソプラノ買った時、この小物が入るようなチャックがついてるんですけどもね、これチャックがですね、以前買った時は横はみ出た状態で梱包されていたので、このファスナーがですね、半分に真っ二つに折れてたっていうケースがあったんですけども、今回はそういうことがなかったので大丈夫ですね。動かしてみますね。動きますね。はい、なんともないです。
中身は何も入ってないです。はい、それでは早速、中の方ですね、開けてみたいと思います。それではオープン。ファスナーの開け閉めですね、すごいスムーズですね。ものによってはこういう角のところがですね、めちゃくちゃ硬かったりとかですね、無理して開けるとファスナー取って壊れたりとかするんですよ。ないですね。開けてみます。じゃん。はい、こんな感じでですね、見えますでしょうか。プチプチのですね、エアキャップに楽器が入ってるっていうような感じですね。中には不織布、白っぽい布のような感じなんですね。不織布でくるまれてるのもあるんですけども、今回のは、エアキャップで包まれてますね。早速中、まず付属品からちょっと見てみますね。インストゥルメンタルマニュアルということで、取説かと思いきや、なんかいろんな楽器のこれ運指標です。マニュアルじゃなくて運指標ですね。はい。でサックスもあるようなんですけども、これですね、超絶見づらいんですね。運指標といっても全然もう謎解きのような感じのものでですね、非常に見づらいので、これはほとんど参考にならないと思いますね。まあおまけ程度のしおり代わりに使ったらいいんじゃないですかね。これは、はい、こんなもんでした。それでは、付属品を覗いてみますね。まずは、ストラップです。ネックストラップですね。それから白手、手袋ですね。と緑色が楽器を拭く、クロスですね。ね、はい、ワンパックになっています。それから、謎にリードが1枚入ってますね。だいたいこう入ってるリードっていうのはですね、あ、やっぱり作りがめちゃくちゃ雑なんですね。はい、これはリードだと思わないでください。ただの木のヘラだと思ってください。ほぼ間違いなく使えないと思ってください。1枚ですねそれから、マウスピース、あ、ストラップがありましたね。ストラップ2本、ストラップが2本ありましたので、これリュックタイプにできるということですね。はい、それでは、はい、これが、マウスピースですね。はい、開けてみます。ラバータイプですね。こんな感じでキャップがあります。まあ普通のキャップですね。特に問題ないですね。非常に軽いですね。はい、それからマウスピース、リガチャ、あ、もうすでに1枚、木のヘラがついてますね。はい、でリガチャを見てみましょう。リガチャを見るときはこの歪みですね、歪みがないかどうかを見ます。まあ歪み全然ないかと言われたらそうでもないですけど、若干歪んでるようなところはありますけれども、まあ、使っていくうちにだんだん形が整っていくんじゃないかなと思います。リガチャで気をつけるところはですね、この締め金の部分ですね。まずはこの締め金のボルト、ナットといったらいいんですかね、受けの部分がたまに溶接切れてですね、外れてる時があります。これに関しては特に問題はなさそうですね。溶接切れとかはなさそうです。あとリガチャでですね気をつけたいところはこの持ち手のネジネですね。これが異常に小さいものがあります。回せない、つまめないぐらいの小さい、超ネジっていうかあるんですけども、この大きさはまあ、普通に使える大きさで問題ないと思います。はい、それではマウスピースですね。こんな感じで、はい、見えますでしょうか。外観はですね、まあ、作りの粗さっていうのはあるんですけども、微妙なこう小傷みたいのはあるんですけれども、
まあ大きな欠け等はないです。でマウスピースですね、一番気をつけてみたいのはこの裏面ですね。裏面のリードの当たる、接する面が綺麗に仕上がっているかどうかっていうのが非常に 大切なポイントになります。見たところ、まあ、これテーブルっていうんですけども、テーブルまあ、フラットではありません。ちょっとサイドのレールあたりがですね、傷ではないんだと思うんですけど、なんかこうガタガタしたようなところがちょっとあるかもしれないですね、見られますね。であとティップ、先端の部分ですね、先端の作り、まあかなという感じですね。めちゃくちゃ綺麗っていうは言えませんけれども、めちゃくちゃ荒くもないという微妙な表現になってしまいますが、ひどいやつは本当に荒削りのですね、削っただけっていう感じで、ヤスリも何もかけてませんっていうような感じでですね、ちょっとザラザラした感じがありますね。まあ、ここら辺は作りの荒さ、中国産のサックスではよくあるあれですね。こんな状態ですね。このような状態になってます。見えますでしょうかね。で、中身ですね。中の穴の形状、このような形でストレートな感じですね。裏もこんな感じですね、丸くなってます。まあ、タイプ的にはあれですかね、まあ、セルマーっていうよりも柳沢のラバーを模したような感じに見えますね。はい、まあ、そのままそっくりに、もしコピーしてくれてたらいいんですけどね。結構作りは荒いかなという感じです。実際吹いてみないとわからないと思います。はい、意外とですね、この格安サックスですね、セルマーとかバンドレンとかですね、有名なマウスピースよりこういう付属のマウスピースの方が意外と良くなってくれちゃったりとかっていうのもありますので、これは吹いてみないとわからない世界になります。はい、置いておきますね。はい、それでは次に、はい、ネックですね。もうさっきのマウスピースとこのネック、口元に近い部分のパーツというのは非常に大事になってきますね。はい、こういった形で、カーブになっているのは分かりますでしょうかね。緩やかにこうカーブになってますね。はい、このカーブのおかげで音がまろやかになってくれるということなんですけれども、外観は特に問題なさそうですね。綺麗な方だと思いますね。はい、はい、こんな感じでちゃんと動きますね。でネックですね、一番気をつけて見てほしいのは中のこのオクターブキーのトーンホールですね。これがちゃんと綺麗になっているかどうかということで、はい、どうでしょうかね、どうでしょうかね。ちょっと見づらいかな、ちょっと見づらいかもしれないんですけども、これですね、実はですね、トーンホールの穴のところにいばりが見えますね。いばりっていうのはですね、ちょっと見づらいかな、見づらいですかね、なんとか見えないかな。いばりっていうのはですね、外側からオクターブの穴を打つんですけども、打ち返った時にこうベロッと残りがですね、普通は取れなきゃいけないんですけども、これ見るとですね、ちょっと見づらいかな、ちょっと見づらいですね、見づらいか。また別のなんか参考になるような絵を出しますけども、これはですね、微妙ですね。トーンホールの穴にのところに、飛び出したものが見えますんで、これは微妙ですね。はい、ですね、ここにそのいばりの残骸っていうか、そういうものが残っちゃうと、まず、音程が悪くなります。それから、音がこもったような感じになります。
はい、とりあえずちょっとこのまま威張りついたままでですね、後で音出して確認してみたいと思いますので、これはちょっと微妙って感じですね。はい、それでは、はい、サックス本体です。こんな感じですね。はい、その前にまず私もちょっと手袋をはめますね。新品なのでできるだけ、はい、汚さないようにですね、手袋を貼りました。はい、中から、あ、またさらにビニール袋で入ってますね。はい、不織布ですと結構高級感というか透けたような感じでですね、ワクワクするんですけども、ビニール袋だとあんまりワクワク感がないですね。はい、こんな感じでですね、はい、新品です。いや、綺麗ですね。やっぱりテンションが上がりますね、こういう綺麗なものを見ると。はい、開けたばかりです。今のところパッと見た感じは特に問題ないかなという感じですね。はい、まあ、小さな、まあ、新品なんですけど、小傷まではいかないんですけどね、ちょっとまあ、よく見ると小さな傷っていうのは見られますね。まあ、これはよくあるあるです。はい、こんな感じでですね、まあ、時々っていうか1回だけですね、このベルがですね、開けた時にぐにゃっと曲がっていたっていうようなとんでもないこともあったんですけども、これはそれがなさそうですね。はい、それでは、まずですね、クリーニングロッドですね、入ってますので取り出します。あ、これすんなり取れるな。いつもこれですね、抜くのにえらい大変っていうのがほとんどなんです。これはストレートに取れましたね。クリーニングロッド、まあ、クリーニングロッドっていう名前なんですけども、これはあんまりおすすめしません。なぜかというと、この毛の部分がですね、安いやつだと抜けやすいんですね。抜けるとこの木のですね、あのシャフトの隙間に入って悪さするっていうようなことがありますので、私は自分のはこれクリーンロッドを使わないで、この頭の部分だけを取ってですね、エンドキャップとして使うというような感じで、エンドキャップがないとここのですね、オクターブキーを押すための出っ張りあるんですけども、ここがですね、何かに当たるとオクターブキーが動かなくなったりとかいう悪さがありますので、エンドキャップというのは必ず必要になりますので、私はこれ分解というか取って、このゴムの部分をエンドキャップとして使っているような、そういうような感じで使ってます。まずはですね、このままではですね使いません。というのは、あのパッドが塞がった状態でですね、固定されてますので、こういう見えますでしょうかね、パッキンとか入ってますので、まずこれを取っていきます。はい、ピンセットでですね、取っていきます。これを取り忘れるとですね、あのキーが動かないじゃないかっていうような話になりますので、取っていくんですけれども、これもですね、意外と取るときにですね、あのがっつりはめていることがあるので、ちょっと気をつけて取らないと、あの取れてはいけないパーツも一緒に取れてしまったりとかですね、あと後ろの部分にもこうあるんですけども、あのコルクとかですね、あの取れてはいけない、取れてほしくないようなものまで取れてしまったりとかですね、ありますのでご注意ください。こんな感じでですね、小さい細かいこういう裏のところにありますんでね、こういうところに取っていきます。多分一番最初初心者の方ですね、こういうのわからないんじゃないかなと思うんですけどもね、このこういうのも取っていいのかどうかもわからないんじゃないかなと思うんですよね。最初は本当はこういうここにいいパッキンがあって取ってくださいねとかいう説明みたいのメモでもいいであった方がいいんですけども、
そういうのは一切ありません。はい、こんな感じですね。はい、これで取れたと思います。はい、キーを今カチャカチャ触ってますけども、触った感じは、まあ、特に問題ないかな。ちゃんとポンポン音が鳴ってくれてますんで、ちゃんと密閉されてるのかなっていう感じですね。でこう触った感じでですね、一番ポイントなのは指に引っかからないかどうかとかですね、こういうサイドキーの角の部分とかですね、こう左手のサイドキーの角の部分とかですね、意外とこう引っかかったりとかですねしますんで、これで刺さったりとか怪我したりとか、そういうケースもなきにしもあらずなので、これに関しては特に問題ないですね。はい、それでは、早速試し拭きをしてみたいと思いますが、先ほどのですね、ネックに、ちょっとコルクグリースですねつけます。コルクグリースをちょっとつけて、はい、ストラップ、はい、ストラップ隠してます。カーブドソプラノのストラップっていうのはすごくですね特殊でですね、これは実はファゴット用のストラップなんですね。カーブドソプラノ用のストラップっていうのがなかなか売ってませんでしたので、私はこれファゴット用のを代用して使わせてもらってます。こうですね、このネックはさっきも言いましたけれども、あの中の威張りがどんな感じか気になるところですね。で試し拭きの場合はですね、いつも自前のマウスピースを使ってます。セルマーの S あ、D と書いてますね、 S80 の D、 開き D で、で、ちなみにリードはフィブラッセルリド、リードですね。はい、とセルマーリガチャーですね、これ自前用のですね、つけます。うん、ちょっとコルクは若干太めかなっていう感じですね。まあ入らないことはないですけれども、もし奥まで入れたければヤスリでです、紙ヤスリでですね少しコルクを削ってあげる必要があるかもしれません。まあそこら辺はお好みですね、加え方とかにもよると思います。はい、このような感じでセッティングできました。はいはい、それではまずは試し拭きですねしてみたいと思います。
吹いてて分かったんですけども、この F シャープキーですね、これおかしいですね。これがちゃんと戻ってくれないですね。バネうんぬんという問題ではないような感じがしますね。まずここのここもですね、連結する部分とかですね、すごい遊びがあるような感じですし、スプリングが弱いかな、全然弱いのかもしれないです。スプリングが外れてる可能性っていうのもあるかもしれないですね。まあ吹いてみてですね、やっぱりいばりがあるので中間音域というのはこもった感じに聞こえますね。あとこの F シャープキーの不具合によって、ここですね、ここにちっちゃい穴開いてるんですけども、ここが開きっぱなしになっちゃうんですね。それで変な音が出ちゃうっていう現象がありますので、これは微妙ですね。やっぱりね、ぶつけたとかそういう感じではないんですけれども、これスプリングが外れてるのかな、スプリング外れてる可能性っていうのもありますね。ということでですね、確認しましたら、ここの F シャープキーのですね、スプリングが外れてましたね。単純に外れてましたんで、そこは解決できました。ちょっとカクカクする動きが気になりますけども、まあ問題はないと思いますね。はい、あとはやっぱりですね、ネックの威張りがある分ですね、音程は思ったほどひどくはないなとは思ったんですけれども、やっぱり中間音域がですね、ちょっと音がこもるかなという感じなので、これはですね、威張りを取れれば問題ないかなと思いますけれども、まあ、素人の方はですね、そういった威張りを取るんでも、ネックの中をですね、傷つけてしまう可能性がありますので、なかなか難しいのではないかと思います。一応今回の分はですね、ネックのオクターブトーンホールに
威張りが出て残っているっていうところで、三角っていう感じですね。ちょっとこのままではですね安心して使えないと思います。清掃でですねこのネックにスワブを通したら一発で、スワブがボロボロになると思いますので、まずはこの威張り部分を除去する必要があるという結果が分かりました。まあ、とりあえずその他はですね特に問題はないかなと思いますので、そういった形では、まだ使えないことはないかなというような状態で、検証できましたので、はい、以上になります。本当にですね格安サックスはですねその個体個体それぞれにですね、ドラマがあると言っても過言ではないぐらいですねいろんなことがありますので、ぜひぜひですねこれからもいろんな楽器ですねレビューしていきますんでお付き合いいただければなと思います。初心者の方はですねやっぱりこういったスプリング外れとかわからないと思いますんでね、そういった点をですね確認してチェックして初心者の方にも安心安全にお使いいただけるようにということで、こちらのですねフリマサイトで販売させていただいてます。メルカリヤフオクペイペイフリマラクマ、こちらの方で新品のカーブをソプラノサックス販売させていただいております。ストレートタイプもあります。またアルトサックスも扱ってますのでぜひご覧いただければなと思います。またネックストラップやマウスピース、ネックスクリューやサムフックも扱ってますのでぜひご覧いただければなと思います。また楽譜の方もたくさん作ってます。ピアスコア、ココミューというところで初心者の方向けのシャープフラットが少ない、また反復記号が少ない1ページ完結型のメロディ楽譜たくさん作ってますのでご覧いただければなと思います。最近は渡辺貞夫さんのモーニングアイランド、マイディアライフ、カリフォルニアシャワー、オレンジエクスプレス、すごく人気ですね。アドリブ収録版というのもありますのでぜひご覧いただければなと思います。ピアスコア、ココミューになってます。またサックスのですね演奏方法に関する情報発信させていただいてます。サクトブログで検索ください。こちらの方でサックスに関する演奏方法ですね改造方法とかも載ってますのでご覧いただければなと思います。ということで、今回のですねカーブドソプラノサックス新品ですね格安レビューということで、一番はですねやっぱりこのネック部分の中のですね、オクターブトーンホールの威張り部分が残っているということで、なかなか難しいな厳しいなという面ではありましたけれども、先ほどみたいにメロディー吹けたりとかいうありますので、一概に威張りがあるから使えないよっていうわけではありません。威張りを除去すれば普通に使える楽器になってくれると思いますので、ということで今回の開封レビューは以上になります。この動画をご視聴いただきましてありがとうございました。動画が参考になった、面白かったと思っていただきましたら、いいねボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今回は以上になります。それではまた。